なんか上川ここの上川町と日産のキャラバンの、うん、なんていうのかなあれ実証なんかモニター、うん、なんか車中泊のモニターに参加しますみたいな。あー、オッケー。はい、トミーアップです。こんにちは。こんにちは。今回は沖縄じゃなくて北海道の上川町に来てます。はい、今さっき上川駅に着きました。はい、北海道の旭川から1時間ぐらい、うん、電車で1時間ぐらいのところにある町なんですけど、日産キャラバンと上川町が車中泊の実証実験をやるということで、私たちはモニターとして来ています、はい、キャラバンを受け取って、その後に上川町でできるいろんな体験をしたりとか、あと上川町をこうブラブラ回って観光していこうと思ってます。まあ、ツアーだな。まあ、ツアーだね。そうだよね。いろいろ上川町の楽しいところが動画でお届けできればいいなと思います、うん、はい、じゃあ行きますか。はい、はい、待ってるっぽい。待ってるっぽいよね。絶対あれだ。到着です。到着しました。あれですね。多分あれですわ。しかも同じ色だ。ステルスグレー。ステルスグレーですね。めっちゃバイバイしてくれてる。始まりましたね。始まりました。これからマタギ体験に行きます。マタギのお兄さんたちについて行きます。一応最上級グレードっていうことで、うん、多分プレミアムグランドプレミアム GX なのかな。そうだね。わー、行ってきます。マタギというものがさ、ね、まだちゃんとよく分かってないんだけど。でもなんか両方探す探さないとか言って、見つからないかもとか言ってたから。何が見つからないんだろうな。でその鹿かクマだったらやばくない。動物が見つかるといいなってことだよね。そう恐ろしいと思って震えてんだけど正直。面白そうじゃん。面白そうだけど。後ろにもいっぱいなんかキャンプ道具とかね、うん、焚き火する用の薪とかも積んでるって言ってたね。炭とかもね。大容量ポタで。ポタで2個ついてるのマジビビったんだけど。しかもめっちゃでかいやつ。わかんない。電気毛布ついてるのかもしれないよ。あ、すげえ。それだったらやばくない？この上のさ、ピンってなってるのはなんだろう？矢印みたいな。あ、わかった。雪が積もった時に、ここがわかるわけさ。じゃん？で、溝に押しないようにしてるわけ。ここまでですよみたいな。そう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 。あ、すごい。わ、雪国地上面白い。あ、ここがあれなんじゃん。あ、ここで着替えて。うん。なんかこれ横に止めよう。これはどこに置こう。ここに置きたいけど。これできちゃおう。えいっし。あれ今日沖縄から来たの？あ、そうです。沖縄で鹿とかっているの？いや。あ、でもなんか離島にさ。あ、離島にはなんか。鹿いるんですけど、うん、夜中街歩いたりするような感じの鹿、うん、がいます。離島に。でも本当にはイノシシぐらいかいてます。うん、イノシシぐらいじゃない。クマはいない。クマいないです。こっちのクマでかいから。クマは見たことない。いや、ミスあげたいけどさ。あれあれ
これ何？うまくさ？お、クマだ。クマクマクマ。どこ？ちょっと待ってね。こっからじゃ見えないな。すごい、今の分かったの？いるいる、見える見える。やばい。見てみ。すごい。待って待って、すごい。でかいでしょあれ。え、ちょっと出す、打つ打つ。やばい。俺なら、ああ、俺だったら打つ。うわ。え、見たいっす。こういうのって普通にもうバーンって打っちゃってる。時間かかるんだよね。あの襲ってくるから打ってからが。え、マジ当たりだわ、今日。すごい。すげえ。やばい。これさ、これで映るかな。いや、いける、いけてる、いけてる。いいんじゃない？もうちょい近づいて。守り神、あ、撃つつもりだ。うわ、すげえ。すごい。マジか。やばい。あ、でかいんだな。でかい。あれ、でかいんですね。うん。やば。すごい。あれ、すごいぞ、これ。実はですね、こんなあったかい時こんな早く見ないからさ、いや当たりだね今日。わあすごい。あ、でかいわ。これダイバーさん撃ったこれぐらいの距離？本当、もうちょい近いかな。すごい、めっちゃ遠いですよ。これだったらもうギリギリのところまで走ってって、いやどっちから入るかな。まっすぐ、いやもうまあ間違いなく逃げると思うんだもん。ああそうなんですね。すごいね。すごい。熊って一匹単位で行動するんですか。ああそう。群れはなさないですね。あこれが子供たちと。あ気づいた。気づいた。あこっち見てる。帰る。あ、大丈夫だ。大丈夫。あ、まだこっち見てる。入るわ。入っちゃう。帰ってった。でも見てる。まだ見てる。ここで撃っても多分、うーって中入っちゃうね。あー、そうなんですね。まだ。あ、でも全然撃てる距離だね。100メーターないでしょ。入ってったね。うわすげえ。すごい。でもラッキーですね。ラッキーだわ。まず見れないもん。まず見れない。宇宙人さえ見れないもんね。そうなんだ。探してようやく。ね、クマ撃ってからが大変なのさ。ああ。本当最大がね。からなんですね。あそうなんだ。みんなのスケジュールに合わないかもしれない。見たいな。ね、ね、それもすごいと思う。入れたか、本当ラッキー。サバイバルだよね。すごい遠いかな。遠いな、ちょっとだけ。すごい。すごいね。あ、逃げた。あっち行った。あ、行っちゃった。夕方より朝の方が好きだ。すごい気持ちいいよね、うん、めっちゃ走ってる。早いな、一応かわいい、なんか、こっち見てる。めっちゃこっち見てる。もう打てる距離だけど。あ、惜しい。 あんな走り方すんの。そうだよ。そう、ね、かわいいでしょ。初めて見たかも、うん、めっちゃかわいい。臭くないよ。多分人生初かな。しかも私も初。しかも美味しいよ。焼肉とかさ、はい、そういう時にね、炭火で焼いてさ。いやもし今日食べて美味しかったら、あの連絡ちょうだい。お取り寄せ。お二人から。だってあっちね、鹿肉食べるとこなんてないべさ。ないね。だからね、美味しかったら みんなにさ、うん、ヤギ送りますね。ヤギ？はい。ヤギって何？乳？あ、乳。お乳？え、肉？肉です、肉です。なんかそれは美味しそう。ヤギ？なんか乳臭そう。獣臭いです。獣臭いですね。
結構分かる。ジンギスカンよりひどいと思います。怖いか。獣臭は。楽しいな。楽しい。めっちゃ楽しいよ。変なこと聞いていい？はい。付き合ってるんですよ。いや、違いますよ。兄弟です。お？兄弟です。はい。あのさ、あのなんつうの紙にさ、はい、友人誌が友達友達の予定だったんですけど、うん、姉になりました。はい。私が代わりに来ました。仲いい。仲いいね。仲いいね。まだ絶対来ねえんだよ。あれ、クマかな？わかんない。見てもらって。クマですか？あ、でもなんかちょっと見てもらっていいですか？覚えてるっぽいんですよね。え、マジか。またクマ？クマです。マジか。ねえ。スカとクマどっちがいい？クマ。クマ、クマ、クマ。クマで、ね、どこ行く？ちょっと待ってよ。でもこの距離で逃げるって、あれっすね。警戒心結構強いんですよ。いや、うん、熊ってすごいんだよね。うん、あ、頭どっち？右左？これ。あ、左か。左だね。見てる。こっち見てる。こっち見てる。こっち見てます。見てる？こっち見てます。あ、見た。あ、こっち見てる。こっち見てる。これはまっすぐ突き切った方がいいんだよ。入っちゃうからもうバーって行ってる。もうちっちゃい？さっきは止まった。ここじゃ。ああ、早か。近く。はい。またギー体験終わりました。はい。めっちゃ楽しかったね。だいぶ。なんかめっちゃいい人たちだったんじゃん。超楽しかったんだけど。クマ、そう、クマ2匹見れるってさ、めっちゃないみたいなこと言ってたじゃん。ああ、言ってた。テンション上がってたよね。上がってたな。みんな上がってたな。そう。右手に鹿いて左手にクマいる状況だった。確かに。でもさ、あんなさ、クマとかめっちゃ苦悩の点みたいなさ。まあ。うん、どうやって見つけたん？あれ見つけるのはすごいな。めっちゃすごかった。あ、そう。あれもらったよね。鹿の角もらった。ああ、そうそうそう。お土産。めっちゃいい。力つのめっちゃでかいからね。やばい。後で見せよう。後で見せようね。でもなんかもっと時間があったらさ。ね、とか夕方とかがいい、暑いとかですよね。そうそうそう。鹿がもっと見れるみたいな。って言ってたので、1時間半しかなかったからね。うん、1時間、2時間ぐらい。よかったわ。半日もあるって言ってたもんね。うん。半日あったら相当充実できるんじゃん。楽しかった。まあいい体験をさせてもらったかなと思います。今自由時間みたいな感じなので、ご飯食べようかなと思ってます。田植えの時期なのかな？田植えしてるよねみんな。うわぁ、山の前すごいね。うわ、すごかった。山やばいね。かっこよ、うん、あれついてる。えい、到着です。はい、行こう。静岡に。え、すご。はい。森っすね。めっちゃいい。ホットドッグにしました。あ、いい。このこれが邪魔だな。ダサカバン言うな。ご飯食べます。はい、ご飯食べたのでとりあえず戻ります。ちょっとだけ仕事してから温泉とサウナ行こうと思ってます。はい。
やばい、うん、めっちゃ綺麗。カードが挿入されています。こんなんよ、見飽きないな、全然飽きない、素晴らしすぎる。すごいよ、うわ、見て、壁に見えるやっぱ、ね、山が、あの山やばいね、本当に壁みたい。はい、これから温泉行きます。はい、楽しみ楽しみ。ここから30分ぐらいだね。曲がる曲がる曲がる、これこれこれだこれだ、これのこのなんとかなんとか温泉だと思うんだけど、駐車場あっちって書いてあるな。ラーメンが多い。何、ちょっとなんか街みたいになってんの、なんか面白いね。2.1 だな、しか1は行けたっけ、なんか微妙そうじゃん、ちょっと行けなくない、本当に大丈夫？よし。尊郷温泉エリア。ここにないけど。あ、いや、こっちで。うん、合ってるはずだよ。ん？ちょっと上がってみようか。うん。一応ここ、こうなってる。うん、ちょっと上の方にあるね。歩いていける？うん。4分 OK。 なんか寒いな。ちょっと寒くなってるね。なんかいい匂いするね。めっちゃいい匂いする。なんだろう。でもなんか甘い匂いする。なんかパンの匂いがする。私的には。あ、あったあったあった。これじゃん？あ、正解。こっち側だ。当たってるね。あ、これだ。コミュニティセンターにもなってんの。あったか。あ、熊だ、びっくりした。熊か。熊だ。これより大きかったよね。見たの。ね。これより顔めっちゃでかかったんじゃん。上か。上だ。こんにちは。行く？サウナちゃんと整った？整った。めっちゃいい感じ。まあ景観楽しめるスポットっていうので、はい、あ、美味しそう。いいね。うん、いい感じで壊す。お魚。うん、サクラマスって言ってたね。うん、美味しそうです。この中に食べれるのが2つあるそうです。緑色のもの2つとどれでしょうか。あとは石です。さあ、シンキングタイムね。でも持ったら分かるって言ってたね。どれだろう、見て分かんないのよ。うちこれと思ったけど、この白い、多分ね、多分これ。その横だ絶対。その横ってどれ？これ？これだ。見えてる？もうちょい前。そう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 。絶対これだよ。持ってわかるもん。ああ、サクったな。すごい。え、面白い。バグる。いいね、いい感じじゃん。なんか電気毛布つける？
あ、それつけてんじゃん。うん。あ、綺麗。あ、めっちゃ綺麗じゃん。いい感じじゃん。はい、とりあえずご飯も食べて、うん、レストランの横のね、屋外ステージに車止めて、うん、車中泊、今日は車中泊していきます。はい、もらったやつ。そうそうそう、これもらいました。鹿の角、こうかな、こうか、分からん、こうだな、こうくない。うん、またぎ、うん、のまたぎだっけ、お兄さんにこれもらいました。あ、そう、またぎだ、うん、そう、めっちゃこれ嬉しい。うん、家宝です。家宝も大事にします。うん、ジビエがめっちゃ美味しかった。料理、うん、うん、夕飯ね、ビビる美味しかったな。なんかモッツァレラとかもね、チーズもここで作ってるって言ってたんじゃん。うん、北海道産って言ってたし、そう、しかも北海道だし、なんならこの上川町の上川の、そう、うん、上川で採れたやつって言ってたから、うん、だいぶ地元の料理を食べたって感じするね。うん、あんなに美味しい料理がここで採れるんだぜ、やばいない。うん、ポテンシャル高いよな。うん、しかもなんか久しぶりあんな高そうな料理食べたの。な高そうな料理緊張したな。うん、緊張した。なんかあれだってさ、最初外で、あ、そう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 、あのメインの時にちょうど仲いいですよって言って、そう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 、外寒いからいい雰囲気だったよな。そう、こんなキャンプ、うん、キャンプスタイルでさ入るような店じゃなかった申し訳ないみたいな、なかなか濃い一日だったかな。うん、だいぶね、だいぶ濃かったと思うな。なんか面白かったっていうか、楽しかったわ。うん、またぎ、うん、もう一回やりたい。うん、半日かけてやりたいもんね。うん、同行したいよな、うん、がっつりちゃんと売って解体するところまでやりたい。うん、はい、じゃあ今日一日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、ミダーツアー1日目大満足、とりあえず、うん、また明日も楽しみだね。うん、このモニターツアーで借りてるキャラバン、なんか道具とか車中泊に必要な道具を載せてくれたので、うん、これもなんか次の動画ってね。そう、使い切れんぐらいあるよな。使い切れないぐらいある、びっくりする。1日じゃ使い切れないぐらいめっちゃある、うん、のでこの中身についてもちょっと次の動画でね、うん、もう今日は夜遅いので、はい、明日の朝ね、うん、撮影しようと思います。なので次の動画楽しみにしててください。うん、それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。また明日ね。さよなら。